にちは、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。今回はこちら、新居に越してきて2、3ヶ月経った我が家のルームツアーを開催したいと思います。この家に越してきて、たくさんね、後ろの棚を自身で作ったりとか、植物もいろんな種類新しく購入しているので、そのあたりを皆さんにお見せしつつ、私のね、どういう感じでインテリアグリーン飾っているかなっていうのもお伝えできればと思っております。行ってみましょう。はい。でね、最初に見てほしいのが、ここの、うち、コンクリート住宅っていう、こうね、ブロック建築なんですけど、この壁、真っ白でちょっと無機質だったので、壁に水耕栽培、水栽培ができるような、試験管のシリンダー状水耕栽培キットを購入しました。見てください。これすっごく可愛くて、私お気に入りなんですけど、2パターンあるんですが、こっちは、1、2、3、3つのシリンダー状の試験管が、木の土台についてて、この土台は前回棚を作った時の素材と合わせて白の無垢なものを基調にしたものをチョイスしました。横がね、麻紐なのもナチュラルな質感でとっても気に入ってます。で、私この水栽培で根っこをこう発根させる、増やすっていう作業がとっても大好きなので、その水栽培をする場所をこう壁にね、作れるっていうところで、この壁面緑化に似たグリーンの要素もありつつ、ガラスなのでクリアな感じ、透明感があって、あまり圧迫感もない、このインテリアのデザインがとっても気に入ってます。こっちの奥に来てもらうと、こっち 1,2,3,4,5、 今度はね、5,3,15,15本も水栽培ができる。私特にアロイド系ツル性の植物が好きなので、このツル性の植物を増やす時には、やっぱ水栽培から始めると、根っこ発根したのを見た、その後に水苔に移行した、で土に移行したっていう感じで段階が踏めるので、結構そういったね、処方を使うんですけど、そのために最初水栽培する場所が欲しかったんです。飾った瞬間、子供たちも大喜びでした。すごい可愛いママなんてね、大絶賛受けちゃってちょっと嬉しかったんですけど、でこれの購入先なんですけど、最近アメリカで人気急上昇中のテムという通販サイトで購入しました。私正直そういった通販サイトを使うの初めてだったので、不安な面もあったんですけれども、ね、送られてくるもの来るもの、とってもいいものばかりで、しかもプチプラで買いやすいものばかりだったので、これ以外にも結構たくさん買ってしまったので、これからね、ルームツアーしながら紹介もしていきたいと思います。今回このテムさんがキャンペーンコードを発行してくださいました。私のコメント欄、そして概要欄にある専用リンクから飛んでもらうか、もしくはキャンペーンコード書いてあります。そちらをクーポンコード入れてもらうと、なんと1万5000円分の商品がタダで皆さんにお買い求めいただけるので、ぜひね、買ってみてほしいなと思います。では次に行ってみましょう。次にこちら、このモンステラ型のネオンライト、めちゃめちゃ今室内で映えてると思うんですけれども、モンステラ型っていうの初めて見て、もうね、即ポチしちゃいました。皆さんもモンステラが好きな方、もうね、ライトもモンステラにしちゃいましょう。次に紹介するのがこちらのモンステラ型のメッセージカードスタンド。このモンステラの軸の葉脈の部分と、この葉っぱでこう刺せるような仕組みになってるんですけれども、これも私初めて見た時も即ポチ、モンステラ好きとしては買わずにいられなかった。しかもプチプラなので、皆さんも見つけたらぜひ買ってほしいんですけれども、これ今私確認したところ、売り切れでした。残念。再入荷をぜひぜひお待ちください。次にこちら、まためちゃめちゃ可愛い水栽培キットでございます。このね、可愛いぼんぼりのような、まだ中に入れてないんですけれども、こちらにはフィカスのジンを、葉差し茎、今ちょっと長いんですけれども入れたばかりです、を水栽培しております。これすごい便利なのが、ここはもちろんゴムストッパーで止まるようにこの棒がついてるんですけど、この棒があることで、茎差しのって水に刺した時に不安定なのが支えられるんですよ。計算されてかされてないかがわかんないんですけど、ちょうどいい具合にこれで止まってくれるので、これがペラーンって倒れたりしない。こういうのは使ってみないと、このね、棒むしろ邪魔だなって思う方もいるかもしれないんですけど、私はあってよかったなってすごく思ってます。次にこちら全体を見ていただきたいんですけれども、我が家明るそうに見えて意外とここって暗いんですね。なので育成ライトをつけたかったって
ていうところで、上に照明があるんですけれども、これがなんと育成ライトの規格に合わなかったんです。そこで購入したのが、こちらのソケットを、口金を拡張してくれるパーツです。これ2個セットだったんですけれども、私が使用している育成ライトが26型の口径だったのが、上の口金が17で小さかったので、これを入れることで、ここが26のサイズになるので、そこのサイズ違いをなんとフォローしてくれるという便利アイテムでございます。これによって今、ここ、ライトアップするので、待っててくださいね。ズッドゥルー。ライトアップ。どうでしょう？光合成クルちゃん。ここで私はいろいろね、作業したりとか、写真撮ったりとかしているんですけれども。光合成中、光合成中。光合成中、光合成中。はい。お肌の天敵ですが、光合成をしております。はい。それを叶えてくれたのが、この小さな小さな私の相棒でございます。で、このね、棚には私の大好きな集めていた植物に関する要所だったりとか、あとは育てている植物をディスプレイしております。で、特に今気に入っているのが、この前回ね、動画でご紹介したスイカペペ。これを鉢に仕立てたもの。めちゃめちゃ可愛くて、今お気に入りの一鉢です。で、このね、陶器の鉢に植えるときって、絶対この陶器のね、穴の部分、鉢底ネットでカバーをすると思うんですけれども、その鉢底ネットでちょっといいものを見つけたので、今回お見せするのがこちら。で、これね、もうすでに丸く切ってあって、それこそ鉢穴にぴったり収まるような仕様なんですけど、私植え替えの時にちょっとめんどくさいなって思ってるのが鉢底ネットのカットなんですけど、カットされたものが、なんと100枚入り。これね、すっごく欲しかった。こういうの欲しかったんですけど、カットしてあるのって正直ホームセンターさんとかで買うといいお値段するんです。これはテムさんだと、今確認したところ、100枚で、なんとね、100円切ってました。テムさんいろいろとセールの金額変わるので、値段上下するんですけれども、100円切って、この100枚の鉢底ネットね、カットしてあるものが手に入るっていうのは、植物好きとしてはね、すっごいありがたいですよね。こんな便利グッズもありました。で、こっちに来ていただくと、ここには今最近ね、入荷した作家さんの鉢を飾っていたりとか、こっちの左サイドに移動してもらうと、今、はい、絶賛復活中、頑張っているスパティフィラム。これも皆さんから多くのね、応援コメントいただいてとっても嬉しかったです。まだね、ちょっと復活には至っていないんですけれども、これからの動向もね、チェックしていただけると嬉しいなと思います。あとは、こうね、下の方に行ってもらうと、新たに購入している観葉植物だったり、今私が増やしているものもありますし、この辺なんかはね、これもね、すごい皆さんからお問い合わせ多かった。モンステラ・アダンソニーの斑入り、ミントちゃんですね。今、モスポールにね、根っこが、気泡が張っていくように調整しております。見てこれ、ガラスのポット。これも、テムさんで購入したんですけど、嬉しいのが、これ。このコルクの蓋。で、穴が開いてるので、水栽培の時ってやっぱり私その葉っぱが暴れちゃうのがすごく気になるのを蓋でカバーしてくれてる。しかも大きさがね、ちょうどいいので。これもね、ペペのこの前お話しした茎。まだ根っこは出ておりませんが、こういった形でね、いろんなところで水栽培、水苔などで栽培しながら棚にディスプレイしてもらうと、すごく雰囲気も出ておしゃれになっていきます。よいしょ。はい。続きまして、私が2023年買ってよかったと思う植物ベスト5でご紹介したスキスマトグロチスです。もうね、このね、葉脈に走る模様がとても美しくて、私今大のお気に入り観葉植物ちゃんなんですけれども、こういう羽振りのいい植物、これを飾るときって、ただ直に床に置いてしまうと、高さ出したくなるときってあると思います。そういう時にこういったカゴあると便利なんですけど、このカゴがなかなか手に入らなかった。
それがまたテムさんに売ってたので今回購入しちゃいました。これに入れてあげることでプラスチックの鉢が見えるのも私ナンセンスだと思っているので、プラの鉢を隠してくれるのと同時に足で高さも出せるので、高低差ある形でグリーンが飾ってあると植物全体、インテリア全体の立体感がアップして、私は飾る時におしゃれになると思っております。で、皆さんもこういった羽振りがいいけど背が低い植物っていうのはちょっと高さ出しのこういった鉢カバー、カゴなどを選んでもらって飾ってあげると置いた時に映えると思います。ぜひね、チョイスしてみてほしいなと思います。あとはこういったカゴタイプのものに、今ね私まだこの植え替えてないんですけれども、まあね、一見ね置いてあるとダサいなって思う鉢も入れてもらうと全体的にインテリアとしてのおしゃれ度がアップしますので、これは私沖縄の植木市で見た目に惚れて買ってしまったコルジリネなんですけれども、今見てください、ここの新芽めっちゃ白くて綺麗なのが出てるんですよ。もうねここだけにしたいぐらい白くて綺麗な穂が出ていて、こう新芽の展開を楽しむのもボタニカルライフの醍醐味だと思っております。この子が今後どうやってね成長するかなんていうのも皆さんにお伝えできればなと思っております。あとは私個人的にハワイが大好きなので、ティキの守り神様に植物たちの健康をねこのティキ様に守ってもらっております。おかげで今我が家にいる植物たちは生き生きと生育してくれております。茎刺しで刺しているものだったり、今発根管理中のものをこのティキ様に守っていただいているゾーンがドドドンとこちらにはい、あるわけでございます。で、私がこの前ねメインツリーとして購入したバンビーの大きいものに入ったものもこういったはい、わら編みのナチュラルだけど使い勝手のいいカゴなどを購入して入れております。見栄えがね全然変わるので、取っ手のね部分と接続部分もおしゃれな感じでね、さりげないんですけれどもとっても可愛くて気に入ってます。中にはビニールがついているので水漏れをする心配もありません。次にこっちのね窓際ゾーンご紹介していきたいと思います。これも私棚を DIY して皆さんにねお見せしたコーナーなんですけれども、端から見ていくとこれもねまた水栽培大好きかっていうぐらい水栽培をしております。ベゴニアが刺さっていたりとか、フィロデンドロンのクリームスプラッシュ、もう風がめちゃめちゃ綺麗、このなんでこんな綺麗なクリーム色してるんだろうぐらい綺麗なクリームスプラッシュなのをねビーカー型の水栽培キットで栽培しております。これも無機質な真っ白の壁、寂しくなくなる壁面緑化できるので、壁掛け用のものにはうちはちょっとブロックなんで使えないんですけれども、木などに刺せる引っ掛ける金具もついておりました。なので皆さんも活用して壁掛けぜひやってください。水栽培一緒に楽しみましょう。賃貸などでも手軽に使えます。こちらに流れて見ていただいております。白クマちゃんなどでこれ、ね、高さを出して結局この棚に置いているものと、この高さ出しの白クマちゃんの上にいる斑入りのモンステラなどを高低差を出しながら全面でグリーンが楽しめるように工夫をしております。まだ植え替えられてない子もたくさんいるので、これからね植え替えシーズンに入ったら皆さんと一緒に植え替えも楽しんでいきたいと思っております。今気に入っているセロームのスーパーアトムだったりとか、フィロデンドロン、あとはアロカシア、こっちに行ってもらうとシンゴニウムのネオン、こちらはホマロメなんですね。植物結構ね緑しているので差し色で結構カラフルなんですけれども映えてると思います。サイなんかをね置いてちょっとねインテリアも楽しんでみたりとか、サイの色味に合わせてこのねクジラのイラストなんかも飾ったりして、もちろんインテリアグリーン、部屋を彩る緑ですので、その雑貨と植物ともに楽しんであげることで部屋の雰囲気グッと上がると私は思っております。はい、次こちら、これも私が DIY しました。壁に有効ボードをかけて上は育成ライト、ここも私の大事な育成場所です。ここではナゴランとか、あとはビカクシダ、エアプランツなどですね、壁にかけて、そしてね霧吹きが好きなタイプを中心に置いて、ここをうまく保湿できるようにしております。このくるみどりのアイアンとともに植物がどんどん彩られて、ここがもっとグリーンで埋め尽くされることを私は今年目論んでおります。
で、ちょっと後ろは見せられないんですけれども、このキッチンのカウンターで飾っている植物も紹介していきたいと思います。じゃん！手前から紹介させてもらうと、これもテムさんで購入したビーカースタンドです。これもまた可愛い。ここは私、葉っぱをカットした時に、根っこは出ないけれども、とても綺麗だった葉っぱを最後までめでてあげたい、切り花として楽しみたいっていうところで、水差し管理しております。この辺もね、瓶に水差しして葉っぱを最後まで楽しんであげたいと思ってここに並べております。キッチン周りなので水がねとても近いので、水を特に変えたいような植物、これも斑入りのモンステラちゃん、瓶に今挿した状態で根っこがこんなに出てくれております。これ水差ししてからおよそ2ヶ月ぐらいなんですけれども、モンステラは今こう見てもらうとわかるんですけど、1本出てなくって1本出てますよね。同じ時期に挿したんです。むしろ同じ株から取ったんですけれども、こんな感じで結構発根までに差があります。特にこの発根してない方に関しては、してないにもかかわらずまだ葉っぱが、まあ、若干ダメージは出てますが枯れてはいません。それぐらいモンステラは発根までの時間に差がある。そしてここまで発根しなくても生きてくれる強さも持ってます。なので今ねもうちょっとで出そうな既婚のベイビーが見え隠れしているので、まだまだここで諦めずに発根管理を私は続けます。で、次にお見せしたいのがこの半透明のプラポット。海外のインスタグラマーさんが使ってるのを見て、私もすっごく欲しかったのをテムさんで発見しました。3パターン、トゥルルン、トゥルルン、嬉しい、これ欲しかったんです。鉢底の高い排水性、そして横にもスリットが入ったこの企画が欲しかったけど日本で買えなかった。これで私これから先ほどねお見せした水苔栽培している場所でどんどん増やしていこうと思います。そのうち私の植物皆さんにお届けします。最後にどうしても見せたいものがあります。このモンステラアイアンのワンちゃん、めちゃめちゃ可愛い。これは三茶に住んでたことがあったんですけれども、その時にアンティークショップで一目惚れして買ってしまいました。めちゃめちゃ可愛い。当時世田谷に店舗を持っていたので、その時の思い出もこのワンちゃんが一心に受け止めてくれております。めちゃめちゃ気に入ってます。はい、ルームツアーいかがだったでしょうか。いろんなアイテムとともに私の愛する観葉植物紹介してきました。あのね、今回ねテムさんでこういったね育苗キットなども用意しているので、これから種の植える作業なんかもしていきたいと思ってます。どんどん観葉植物増やしていこうと思っておりますので、増えたらまたルームツアーしますね。ちなみに今回紹介させていただいたテムさんは概要欄に私のリンク貼っておきます。そこのクーポンコード入れると1万5000円のクーポン皆さんも使っていただけますので、ちなみにテムさんは90日間の保証もついておりますので、皆さんもぜひご利用ください。はい、今回の動画いいなと思ってくださった方、観葉植物自分も集めたくなった、ルームツアー楽しかったと思ってくださった方はぜひグッドボタンいただけると嬉しいです。あとはこういった形で私のコレクションご紹介とともに、育て方、季節に応じての管理方法などご紹介しております。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。はい、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん、ここまで長くお付き合いいただきありがとうございます。バイバイ。